タイラ・リンバンクスはアメリカ合衆国の女性ファッションモデル、女優、テレビ司会者、プロデューサー、実業家である。カリフォルニア州イングルートで生まれた彼女は15歳でモデルとしての経歴を開始し GQ の表紙を飾った最初のアフリカ系アメリカ人女性となりスポーツイラストレーテッド・水着特集号に二度登場した。彼女は1997年から2005年まで ビクトリアズ・シークレットの専属モデルを務めた。2000年代初期までに、バンクスは世界の最も稼ぐモデルの一人だった。1993年にテレビドラマ、ベルエアのフレッシュ・プリンスに出演し、1995年にハイヤー・ラーニングで映画デビューを果たした。ディズニー・チャンネルのスーパードール・パッパが人形に恋をしたやヒット映画。 コヨ用手アグリーでは重要な役柄を演じた。彼女は恋愛映画ラブバスケットボールとホラー映画ハロウィン・レザレクションで小さな役を演じ、テレビシリーズゴシップガールやグリー、グリーなどにも出演している。2003年、バンクスが司会兼制作指揮を務める長寿リアリティ番組アメリカズネクストトップモデルの放送が開始。2015年10月にし、 リタオラが司会に就任したが、第24シーズンでオラに代わり、番組に復帰した。バンクスは、トゥルービューティーの共同制作者であり、自身のトーク番組、タイラ・バンクス賞を持っていた。タイラ・バンクス賞は、データイムエミー賞のトーク番組部門を2度、受賞している。2015年に、トーク番組、ファブリフを2ヶ月間放送。2017年、 バンクスはニック・キャノンに代わってアメリカズ・ゴット・タレントの司会に就任した。2010年、自身の人生をもとにしたヤング・アダルト小説マデランドを発表し、2011年にニューヨーク・タイムズ・ベストセラーリストに選ばれた。タイムが選ぶ世界で最も影響力のある人物に選ばれた。2009年10月、経済史・ホーブス氏が最も稼いでいる。 女性セレブのランキングを発表し、前年の収入が3000万ドルで1位にランクインした。カリフォルニア州イングルートに生まれる。15歳で、モデルとしてデビューして、以来、ナオミ・ギャンベルに次ぐ黒人モデルとして人気を博し、アメリカの化粧品ブランド、カバーガールのイメージキャラクターも務めた。女優としても、ハイヤーラーニング、雇用手アグリー。 ハロウィン・レザレクションなどの映画に出演している。マイケル・ジャクソンの楽曲、ブラック・オア・ホワイトのプロモーションビデオにカメオ出演を果たしていることも一部で有名である。2003年、10人のモデル志望者の素人から一人を選出していく、アメリカズ・ネクスト・トップ・モデルというリアリティ番組に出演する。この番組では、プロデューサーと司会を務めている。現在、この番組は、 世界的にリメイクされており、その数は実に14カ国版にもなる。その一つ、ドイツ版のジャーマニー・エスネクストトップモデルでは、スーパーモデルのハイディクラムが司会を務めている。本家本元であるアメリカ版は2010年9月より第15シーズンが放送された。自身が司会を務めたトーク番組、タイラ・バンクス賞では、おせっかい焼きな性格丸出しで質問するスタイルが、 人気を集めた。この番組では、ビヨンセの楽曲、デジャブのプロモーションビデオをパロディ化し、話題を集めた。ありがとうございます。